はい、こんにちは。えー、しんてっちゃんの興味新々、いつもご視聴ありがとうございます。今日は7月の19日です。えー、昨日と今日はね、カンカンデリでね、えー、天気予報は猛暑ということでね、ほんと暑いですね。つい先週まではね、大雨、雷で、まあ、すごい、まあ、天気が荒れてましたけど、えー、まあ、梅雨も明けてね、もう本番ということでね、ほんとね、皆さんもね、水分補給、 とかね、やっぱり体を十分ね休めてください。で私はね相変わらずちょっとねパニック障害の方がねあんまりこう,こう薬だけでねあの、まあ、相変わらずの状態があの続いてます。で今日もね、えーまあ、実際はねもう4時5時にはもう目は覚めてるんですけど えベッドから起き上がることができなくてね起き上がったのはね9時過ぎでしたかねで、えー、お袋にね、まあ、おやつの用意をしてそして、えー、っと味噌汁を作ってということをやりました、うん、でこれはねやっぱりしんどいからといってねずっとまあ気分的にはねもう一日ぐったりしたいなっていう気持ちはやっぱ強いんですけど やっぱここはねやっぱ一人で生活してるわけでもないしでましてねお風呂が怪我をしてるっていうことなので、えー、こうパニック障害がなんだとかっていうよりもやっぱりやるべきことはねきちっと、えー、お風呂に対してやってで、えー、休める時に休むということを今徹底をしていますで糖尿病の方はうんあの相変わらずお米はね 食べてませんであと、えー、食パンをねこう食べるってこう買ってきて食べてたんですけど食パンをねずっと見てたらね1枚食べてもね血糖値グーンと上がりますでだからちょっとねもうパンがねあと3枚ぐらいあるのかな3つかだから15枚買ってきてあと3枚ぐらいもうそれが終わったらねパンはちょっとやめようと思ってますで明明日明後日日後からね1日 ちょっとだけね、茶碗一杯とかね、ご飯をちょっとだけ流し込もうかなというふうに思っています。ちょっとね、運動って言っても外が暑すぎるんで、昼間ね、歩く、まあ朝と昼、夜は、朝と夜はもうだるくて体動かないし、昼間はね、この天気でしょう。やっぱり運動って言ってもね、今はね、やっぱ本当に危険なので、あの、変にね、過度なことをやってしまうと、また、 二次災害みたいなことになってもいかんので、ちょっと運動はね、ちょっと今はもうやめておきます。だから食事療法で、えー、まあお米をね、もう約3週間、まあ3週間経ってないのか、もうすぐ3週間、米を抜いてますけど、えー、確かに米、を、米う、うどん、米うどんでしょ、あとパン。 でね、パンは、ね、一番ダメですねだからパンは一番ダメなのが分かりました力は出ないすぐお腹は空くでねだからちょっとね米をね一定量をちょっと食べていこうかなだから今まで食べてた量の半分以下ぐらいの量にしてだからねあのちょっといろいろ自分でね食生活を今のままだとね 1>, 1日2食ぐらいでね味噌汁を丼でいっぱい食べて終わりみたいなね、まあ、そんな生活してるので、まあ、お腹はねだいぶ慣れてはきてるんですけどやっぱりね肉とか魚とかね米を食べないとねやっぱり日本人だなと元気が出ませんだからお腹に力が入らないというかねだからちょっとねお米を食べようかなと。 で、お袋にもね肉とか魚を食べさせてあげたいんですけどね食べないんですよとにかくねまあ大根かぼちゃなすびもうその辺が好きあと豆に塩み味噌が好きでねもうそれ以外のものはあんまり食べたがらないんですよでね本当は肉とかね魚とかをこう食べさせてあげたいんですけど本人がいらん食べないんですよだから ね、もう90近いんで、まあ、自分が好きなものを食べさせてあげるのが一番いいのかなとだからあのね菓子パンとかお菓子っていうのは基本的に体に良くないのは分かってるんですけどもう88ですから、えーっね、体がかこれは体にいいとか悪いっていうよりもあの、まあ、好きなものを食べさせてあげてもいいんじゃないかなっていうふうにあの僕としては思ってます。であのここね、要は やっぱ今骨折してるんでね、あのー、骨が弱いっていうことでね、もう年なんでね、それはあのー、前回病院に行った時に朝昼晩、その骨、カルシウムを取る薬を、えー、飲み始めました。もう3、4日経つのかな。だから、ちょっとね、まあ、牛乳も飲んでくれ一杯ぐらい飲んでくれたらいいのになと思いながら、だから朝昼晩のお茶と、あと10時、3時にお茶か水かコーヒーかっていうことでね、水分はね、 最低でも1日5回は、5杯はね、コップに、ちょっと大きめのコップにね、5杯は飲んでもらうように心がけてます。あと、エアコンはもうつけっぱなし、もう電気代のことは考えないということで、今やっています。で、あとね、明日かな明日だったかな僕らね、明日、ちょっとね、また骨折のね、病院。ちょっとね、痛みもね、いずれは、まだ痛いんですよ。痛いんですけど、 以前よりは痛みも取れてね、以前よりは痛みも取れて、ちょっと動かしてもね、前ほどは痛くないっていうに言ってたんで、ちょっとね、僕としてはね、ちょっと安心してると。だから、ここで油断をすることなく、まず暑さ対策、あと水分補給、あとはもうお袋が好きなもの、肉を食べさせばいい、魚を食べさせばいいの、十分分かってます。だけど本人がね かぼちゃがいい大根がいいなすびがいいっていうんであればあのそれを食べたいっていうものがあればもう年齢も年齢なのでね食べたいものを食べさせてあげるということでもういいんじゃないかなと思ってます。それはまあモンブランでもお菓子でも菓子パンでもね甘いものが好きなんですよ基本的に。だからもう今からはねあと何年生きれるか分かりませんけど強引にねあのこれを食べさせあれを食べさせるんじゃなくてまあ水分は別として、えー、食べたいものを あの食べて余生を過ごしてもらおうというふうにあの僕の方は思っています、まあ、とりあえずねこの夏をね、えー、乗り切って、えー、何もなかった夏暑かったねと笑顔で言えるようなね、まあ、そんな夏を過ごしたいというふうに思っています僕はねちょっと糖尿とかねあっちの方の病院も本当はもう薬切れてるんで行かなくちゃいけないんですけどねちょっと今の状態だと 身動きが取れないのでちょっとまた様子を見てそれから、えー、僕の方の病院はまた行こうかなというふうに思ってますちょっとね今いろいろ何個か用事済ましたのでちょっとねちょっとまた横になりますうん、ちょっとご締まかけてすいませんありがとうございます